動画を見ていただいてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この動画面白いと思ったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。2泊3日岐阜旅行第9話始まります。第7話で人力車で古い街並み見て回ったわけなんですけどもね、高山は人力車観光の発祥の地ですから、今度は僕自身の足で、叩いても見えませんけど、僕自身の足でちょっと福井町並みを見て回ろうかなと思いますので、ぜひ最後まで見てください。では今回の旅も始めていきましょう。では改めてこの古い町並み歩いていきたいと思います。行きましょう。をまた演出してるんですけど、これ何かっていうと昔は防火用水、もし火が出た時に水をまける、そのために流れる、まあ今は時代なんで。やっぱりこの三町用水は江戸時代の頃には防火用水としてなくてはならないものだったっていうことですね。ここもなんとなく雰囲気が良さそうで、あそこには宮間菊っていうお酒の銘柄がありますね。この次か次の動画あたりでこのあたりをおすすめの酒蔵ということで行ってみようと思いますね。元祖地酒まんじゅう良さそうだ。ここは確かさっきの車夫さんの話ではおちょこ買えば試飲ができるっていう話だったんで行ってみたいと思います。あ、これ1杯200円。高山豪水の向こうに竹がこうやって並んでる、いいですね。デコボコ堂さん、店の雰囲気こんな感じ。営業時間は9時から4時半まで。質のいい石を扱ってるってそういうことのらしいですね。さっきシャフさんが教えてくれましたけど、左手を上げている招き猫、これは人間関係良くするっていうことで。いやー、藤の花がすごく綺麗だ。地方ご意見さった来ちゃいました。ここはお味噌屋さん、大野屋醸造さん。たったの数分でこんなレトロチックな街並みに出会えます。すごくいい。そう言っている間にこちらは上佐野町、ちょっともう一回調べよう。引き続き古い街並み歩いていきます。まあ意外と人いますよ。あー、なるほど、スーバーさん営業始めてますね。後で行きましょう。カフェ巡り後でしますのでね。あ、ここだ。ここ今日は勝手さんお休みで。これも見ましたね、産婦人科岩佐伊美さん。このショーを見るためだけに観光に来る人もいるんだとか。三能祭、八幡祭、残念ながら時期じゃないので。北そばのお店、なんて読むのかはわからない。ごめんなさい、本当わかんない。波900円。いやー、ボタンが綺麗だ。元祖飛騨牛握りの高口屋さん。あー、ここだ。昨夜この花、そうそうそう、これですよ。お得な三種盛り、こってうしさん。十兵衛さんで、ね、先にいただいちゃってますけどね。後でちょっと食べ比べしてみようかな。茶の目さんも確か僕が見たガイドブックで紹介されてたかな。これですよ、この2つ、丸っぽみかんとこの個体焼き。そうそうそう、これだこれだこれだ。ガイドブックに書いてあったのこれですよ。でも後で行きましょう。うさぎ屋さん、うぼこ、ちゃんとマスクしてますよ。感染症対策してますね。いやー、本当にこういう古い街並みいいな。
ブラブラブラっとこう歩いて、これさっき教えてもらった造り酒屋のお店、そうそう、これ一番特大のサルボボ、三河屋本店さんのサルボボ、ちょっと一緒に釣りたい。三河屋本店さんのところのサルボボです。ガイドブックで多分見たの僕これですね、おそらく。ふい、行きましょう。飛騨高山街角観光案内所、何か困った時にはここに来ましょう。ここもさっき来ましたね、富士美術館。今はやっていないお医者さんが運営してるっていう美術館。ヒダの竹、これだけ昨日丸井屋さんでいただいたヒッキダニシキ、超美味でした。ヒダコ町、こうなかなかに良さそうなところです。ヒダ扇屋さん、油絵餅お一つどうぞ、不満に。丸屋さん、飛騨高山すっぽん、あ、ここだ、カフェ青さん。一押しが雪玉ぜんざいとかある。大分酒造店さんの、まあ、確かにそう書いてあった、書いてありましたよ、そういう風に。うん、後でね、また違う動画でここ来ましょう。全部あるからな、だいぶね、来ましたよ。もう終わりかな、大新町。ここまで来ましたね。あそこに座ってるサルボボいるので、ちょっと一緒に映ってみましょうか。車が来たからちょっとストップ、一休みサルボボ。じゃあ僕も一緒に休憩していきます。飛騨高山に来たらぜひ一緒に写っておきたいフォトスポット、この一つ、多分5番目ぐらいかな、来ましたね。このサルボボです。顔をくり抜いてるサルボボ、顔をはめられるサルボボ、ちょっと一緒にやってみましょうか。ただ普通にはやらないですよ僕。チョコレート屋さんなんですけども、2階のギャラリーでは山下清原画展やってるみたいです。ここには3頭身ぐらいのパネルあります。今日はちょっと行かないですけどね。ここも一応まだ行くのかな。ここから先は自動車が通ってはいけないっていう場所ではなくなるんですけれども、この先の大新町の方に昔の造りそのまま残してある町屋がそのまま残ってるっていうことなので、中には多分入れないんですけど、軽く見ていきたいなと思います。ここにあるのが仙人鯛という屋台ですね。まあ祭りの時しか見られないんですけど、これがまあ実物を写した写真だそうです。下山の町あたりになってくると、まあ、だいぶ車の行き来も活発で、向こう側のようにはね、なかなか徒歩でふらふらと歩いても大丈夫だっていうことではなさそうです。ここが下山の町みたいですね。向こう側が今朝立ち寄った宮川朝市ある場所です。ここが宝珠帯というそうですね。ユネスコの無形文化遺産登録されている非常に価値の高い屋台です。こちらの家が宝珠帯、今はこの中でひっそりと眠っています。下山の町を過ぎて大新町に来ました。意外と歩けなくない距離でしたよ。この先に吉島家住宅徳高部民芸館ってあるみたいです。あと高山祭り屋台会館もこっちみたいですね。ガイドブックにあった橋、あれじゃないですか。今下の方の川工事中で若干景観的にもったいないですけど、いずれ工事が終わればまた綺麗なね姿を取り戻してくれるんじゃないでしょうか。
というわけで今度はこちらの大新町にあるこの町並みちょっと見ていこうと思います。ここはもともと草壁家という両替商をやっていた商人の家だったんですね。入館料は500円なんですけど今回は遠慮します。ごめんなさい。ここの酒屋さんかな、あ、草壁園芸館の隣、草壁園芸館のすぐ隣でした。吉島家住宅がありました。ここはもともと金牛酒造業、あと繭の売買で財を成した商人のお家ということですね。明治38年の火災で焼け残った表側の二軒通りに増築する形で明治40年に建てられたそうです。せっかくなんでちょっと遠目から全体を見てみましょうか。吉島家住宅全体で見るとこんな感じになってます。上の方の杉棚が酒造屋さんになったことを示してますね。だいぶちょっと年季の入った杉棚が吊るしてありますけどね。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画面白かったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。